はいどうもリベです。龍が如くセブン、光と闇の行方ということで、始めます。龍が如くシリーズの第7作目龍が如くセブンなんですけれども、龍が如く6までは、主人公が桐生一馬だったかなっていう人物で、そこからですね龍が如くセブンになって、新しい主人公春日一番という人に変わっての一作目となります。でまあ龍が如く8っていうのがね2024年だったかなに発売するっていうところで、セブンの続編に当たるのかなっていうところで、主人公がダブル主人公みたいになってる感じなんですけど、それのまあ一作前、2020年に発売された龍が如くセブンをやっていこうと思います。めちゃくちゃ面白いみたいなんで、ちょっと楽しみですね。行きましょう。さあ、タイトルメニュー、ニューゲームでいいかな。はい、ニューゲーム。2つの画像がもっと見やすくなるように、ん？あー見やすくなるように、これさあ、マジで両方見えねえわ。じゃあ真ん中でいっか。はい、龍が如くシリーズはですね、自分全くやってないっていうのはちょっと嘘になるんですけど、ロストジャッジメントとジャッジアイズ、この2つはもうやってます。感謝の印、はい、ようわからんけどとりあえずもらった。この作品は全てフィクションであり、登場する人物団体は関係ないですよみたいな感じだね。第一章、光と影、一章でね、第一章じゃない。ここであったが100年目、この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに切られた呉服や伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、なんか時代劇の舞台から始まってるな。こんな時に俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。辻斬り銀次、バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、おとっつ。よっ、原義太郎、日本一。原義太郎。わあ懐かしいね、このモブキャラたち。よく見る感じの聖徳太子の10,000円、古っ。本日千秋楽横浜公演、そう舞台は横浜なんですよね。横浜偉人町って言って、もともとは神室町が、6までは舞台だったんですが、そこも一変して、
ロストジャッジメントは両方いけるんだよね。紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意地があるんじゃないよガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい。今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、ヨコ。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。その格好で？大丈夫か？マスミ。紙吹雪は心配するな。めちゃくちゃすげえあざつけられとるやん。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。紙吹雪を切るってなんだ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。ものすごい暴力的なね、母親だったな。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。中華街か。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様北京ダックだ。北京ダック。天秤に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで。食ったことねえな。そりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。優しい父さんじゃん。北京ダック。あー、これ回るね、円形のテーブルね。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか。こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。わかってるよ、北京ダックが来る前に便所に行ってくる。メインディッシュ。拳銃。拳銃。
父さん？父さん？撃たれてるね。これはもう心に深い傷が残っちまうな。あ、この人？そう、キャスト調べたんですけど、これ中井貴一さんかな？多分そうだよね。20世紀最後の日か。荒川真澄。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、一なら地回りに行かせましたよ。沢城城。大晦日なのにか。田室町に盆の正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。カスが一番。捕まってたまるか。ソープ生まれのチンカスなんかにな。あ、これ追うフェーズから始まる。これもしかして。オッケー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 。チェイス、チンピラを追いかけろ。目標を追いかけることに専念するチェイスが始まりました。チェイス中は自動で、目標に向かって走ります。はいはいはい。障害物から避けりゃいい話だから、これはもう自動で走ってくれるっていうことやな。ってことは左だね。オッケーオッケーオッケー。で右だな。そういう感じだね。これはね、三角か。危ねえ。これはね、ジャッジアイズ、ロストジャッジメント。いって、罰だった。しくった。結構ギリギリだったね今。追いかけるよ、こっちか。おお。あー、でもなんかこの辺の通りも一緒だもんね、ロストジャッジメントと。まあこんなもんだぜ。おおおおおお。パリセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっち、お前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよ。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたら、せっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。おお、ここで戦闘になる。もしかして。そう、戦闘はコマンドバトルになるんですよね。大戦、ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせにや。お、おお、牛尾さん。コマンドから行動を選びますと。その時に持っている武器で攻撃を行います。攻撃を選択すると、あ、そういうことね。まずは攻撃を選んでみましょう。あ、あ、一応こう、こうなるんか。はい。で、攻撃。はいはいはい。はい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 。ダウンした敵が起き上がる前に素早く攻撃を選択すると、攻撃技が変化し、ダウン状態の敵に対する追い打ち攻撃になります。はあ。あ、
なるほどね、攻撃攻撃ってやればいいんだ。はいはい、あーなるほど。で、あ、相手の攻撃が来ると、HP です。はい、ゼロになるとバトル敗北になります。アイテムを使うことで、その他アイテム、おにぎり戦闘喧嘩中におにぎりを食うという。で、防御、はい、ほら来いよ、これで防御、俺の番だ。あー、ガードね。チュートリアル完了しました。牛を倒しましょう。なお攻撃の際、敵の近くに自転車や看板などがあると、はいはいはい、武器攻撃は通常よりも強力なんで、車があるなってことは、まあこのまま攻撃しようか。はいはいはい、じゃあ、はいはいはい、じゃあ、なるほど、こういう感じね。確かにコマンドバトルだ。いいじゃん。春日一番登場会系荒川組若将若衆。大丈夫ですか。こいつが安村光雄。おお、光雄、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ昔から悪い J だけはターゲてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。ほら、高校生に返してやれ。え、せっかく取った金を。そうだよ、わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ、わかりました。のそうだ、ミツ、ここどうなってる。メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、炭鉱部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合すか。あれ、髪の毛の話。ぶつけ触るんですよ、先生。はい、顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか、兄貴。ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。まあね、戦闘中おにぎり食うぐらいだもんな。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ確かにそうだな。その方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。まあコマンドバトルの方がね、勇者っぽいよな、確かに。おお、ほらよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界だ。ドラクエ。またドラクエすか。兄貴どんだけ。あ、ドラクエって言葉ありなんだ。ありかよ。いいだろう。そっちの方がアドレナリン。いいじゃんいいじゃん。全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ。やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまた出やされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。どん底。あの頃って
何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。いいじゃん。ただし騙されたガキども。最新はね、あのドラクエ10オフラインってやつがあるんでね。そうでしたね。まあ一番新しいナンバリングは11か。はい、そんなどうでもよくって。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。お、いいじゃんいいじゃん。お、いやー、一竹雄のおっちゃん。あ、一って春日一番のことか。おかげさまで。はいはい。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。一に店に来てほしいってよ。道夫ママが俺に何の用だ。それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。おうほうほうほう。じゃあ行ってみようか。気張っていこう。あ、ここまだカムロ町なんだ。あ、そうか。ってことはマップは見れないか。ん？これマップってどうやって見る？あ、違う。ダッシュは R2。ちょっと待って。いろいろいけるんじゃない？ああ、はいはいはい。ここが、あっち映画館でしょ？あれってことはさ、八神探偵事務所ってさ、この辺だった気がするんだけど。質屋なかったっけ？あ、なんかこの辺な気がするな。あ、ここだ。あ、ここ、ここ、ここ。ここ、八神探偵事務所あったとこ。やっぱこういうとこ行きたくなるよな。まあいいや。そしたら、ゲーセンがあるな。いや、これはちょっといろいろやりたいけど。一旦、その、メインクエストの、ね、進捗を進めていこうか。だから、これマップってどうやって見るんだっけ？こうか。あー、見えた見えた。はい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 、ここね。チャンピオン街ね。はいはいはい。あー、なんか覚えてるよ、全然。この辺児童公園があるよね、あるよね。うん。この辺ね。はいはいはい。スナック道代。いや、さすがにこの辺は覚えてないな。イチ、来るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合い。ベロベロ。大晦日なんだしさ。大晦日なの今。俺に用事って飲み会ってのことか。師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。もっと他におるやろ。何言ってんだよ。俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピンして。ぶった俺取るやないかい。やっぱり昼間っから一応ね、手を貸してやろうぜ。まったくよ。肝臓はいはい。お、優しさレベル、そんなあるんだ。信じまぜ。悪かったよ。ありがとうね。人間力について、はあ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 、性格を表すパラメータでこれを伸ばしていくことで
利用できる施設や話せる人が増えると様々なメリットを得ることができる。情熱、メンタル、陽気、優しさ、知性、おしゃれ。はあ、なるほど。飛んで。おい、イチ。またなんだ、おっさん。竹尾のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。竹尾のおっさん。今更何言ってんだ。この20年、シラクのママなんて見たことねえよ。完全にアルチューじゃん。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれ。桃源郷。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。ほう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 。どこや。そこ。オッケー。結構しっかりしたダッシュするね。まあ、八神の時もそうだったか。もう自転車とか吹き飛ばしながらね、進んでたもんな。ソープランド、桃源郷。おお、イチ、いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのスッポンが見当たらないんだよ。どうでもいいことばっかやな。おい、うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。どうでもいいことばっかやな。おい、ヤクザ便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。タバコ屋のばあさんなら持ってるかもしれねえな。タバコ屋？タバコ屋ってどこ？向こうね。そんななんか便利屋みたいなことを、ね、こんなねヤクザがスーツ姿でダッシュしながら行かないといけないの。それだけで面白いな。おっと、なんだ、さっさと払えよ。なんですか、税金、大晦日税なんだと。そんな税金ねえだろっつー話。誰だてめえ、通りすがりのもんだよ。お前ら今日ぐらいおとなしく過ごせねえのか。あいにこ俺たちは年末年始も休まず営業でな。邪魔するならてめえも立ちゃおかねえぞ。おお、おっかないね。だけど、カムロ町の面を汚されちゃ、こっちもおとなしく引き下がれなくてな。はい、ぶっ飛ばします。普通にナイフとか持ってるな。危険すぎる。コマンド、極技から様々な必殺技を使用できる。はいはいはい。攻撃回復補助が3つカテゴリーであって、で、はい、四角で連打、三角でタイミング入力に成功するとダメージが増加します。はぁ、あ。連打とかあるの？極技。渾身パンチ。で、これはなんだ？普通に、そういうことだよね。相手の攻撃に合わせて丸を入力すると、はいはいはい、丸でジャストガードができる。渾身パンチ。オッケー。どういう感じだこれ。四角連打？普通に殴ってくる極技、渾身パンチ。あ、普通に連打のがいいな。ヤンキー遠山気絶している。よいしょい。オッケー。なるほど。連打を入れることでダメージが上がっていくと。いいんじゃない？くっそ、次にやったらぶっ殺してやるからな。よし。ありがとうございます。どうもどうも。いいってことよ。実を言うと年末年始のカムロ町ってのは人、ひときわ物騒だな。ほら、みんな金持ってるし酔っ払いもうだろ。そういう連中を狙う輩が多いんだ。あんたも気をつけな。わ、はい、かりました。ありがとうございます。さてと、タバコ屋のおばあさんにトイレのスッポン借りに。
ちゃんとそのクエストを忘れてないね。タバコ屋でしょ。ここやっぱ自転車とか吹っ飛ばせるもんね。そこか。タバコ百貨店。ばあさんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川月なんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや一、ちょいと小耳に挟んだんだが、おい、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気づけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよ。ん、そんな人いた。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー、それ以上おやさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。おお、そいつはよかったよ。かったな。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。それはまずいな。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて。ほうほうほう。他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。第三公園、なるほど。兄貴もすぐ来てくださいね。右上だったかな、第三公園って。あ、もしかセンターのとこにも公園があった気がする。第三公園って児童公園ん？あ、そこ？やっぱセンターのとこかって。ここやん。目の前だった。あ、兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。こいつ？あいつが平塚って男です。あいつか。知ってんすか、兄貴。まあいい、言うぞ。ん？ああ、平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おお、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしれねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなければ財布置いて。ん、なんだなんだ。なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。ああ、こいつと一緒にいるってことは。
ヤクザになるとはお似合いの結末だな。まあ若い頃の、若い頃ってか子供の頃の知ってる人って感じか。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、じゃあボコソ。よっしゃ、タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、一対一か。じゃねえぞこら。ものすごい勝ついじゃねえかよ。治安悪すぎ。もう渾身パンチいっちゃいます。はい、よいしょ。2発で終わるな。いてー、普通に。はい、じゃあお疲れい。2つのパンチでボコしたよ。そしてレベルアップしていく。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ、お願いだ。ん？今になっていっぱいあんじゃん。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前花から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、ああはい。よし行くぞ。熱、金は兄貴。あ、そういうことね。どういうつもりすか。持ってなかったよって。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。まあそうやね。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え、ええ、確か少し前に閉店した店ですね。駄菓子屋。それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。ほう。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。なるほど。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。
どうすんの。頭からだ。それでなんとかなんのか。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ日回りしてんのか。はい、ちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。ダメやろ、もう若の付き添いに行く時間だろうが。はっ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。わかってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。うわー、なんかそんな風になっちゃったか。付き添いっていうところで今回ここまでにしよっかな。付き添いはそこね。はい、また次回です。お疲れ様でした。さよなら。